はい、今日は皆さんにお知らせがあります。はい、あ、まあカムさんどうぞ。初スタバでお祝いしたいと思います。おいしい、寝起きのカノです。はい、今日は皆さんにお知らせがあります。はい、あ、まあカノさんどうぞ。はい、いくよ。うん、これね、朝カノさんと一緒にアンパンマンのクッキーとかね作りました。それがこちら。カニ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 コネコネか。はい、まだですよ。まだこねこねしてくださいね。今日はママのお手伝いをしておやつを作ってます。できた。これじゃちょっと肩抜けないよ。じゃあママやりましょう。ダメなの？ダメなの？じゃあもうちょっと頑張って。なんか口から液体が滴り落ちそうのがもっと気になるけど。カノさん、力液体が滴ったり落ちとる。よいしょ。はい、せーの、よいしょ。頑張れ、ギュッてして。よいしょ。おお、上手上手。はい、ギュッて。うん、上手。え、その方でお願いします。いやいや、同じ方でお願い。いっぱい作って。ギュッと。倒れる。ね、はい。で、今おやつタイムなんですけど。くよ。うん、普通ね、中野さんポンポンやったもんな。あやはやサブチャンネル、なんとこの動画で100本目になります。イエーイは、せーの、イエーイ。私には関係ないわよね。はい、ということで今日はクッキーと、あと、はい、カノさん初スタバでお祝いしたいと思います。ここの穴からチュッチュッて飲むの。無理かな、難しいかな。皆さん知っていましたか？スタバってコーヒーとかのイメージだと思うんですけど、実は子供向け商品があるんです。こっち、岡野さんね。あの、キッズビワレッジって言って、ココア、ミルク、ジュースとか、子供向けさんのメニューがあるんです。で、今回、かのさんには、初めてのスタバカップってことで、よいしょ。見て見て。うん、アンパンマンやね。かぶってるの。ね。はい。キッズミルクを購入してみました。ジュースをどうぞ飲んで。何だった？お茶。中に何が入っとった？お茶。お茶かな？なんか白かったよ。おいしい。おいしい？お。お。牛乳。うん、ミルク、牛乳が入ってます。あスタバってコーヒーってイメージが強くって、ちっちゃいお子様といけないっていう方思ってる人いるかもしれません。だけどこうやってね、キッズメニューもあるので、今回は頼んでみました。これね、飲めたいな。飲めた？うん。ミルク。アンパンマン、僕の顔が。お。お。キッズ向けには可愛くイラストも入れてくださるんですよ。おいしい。おいしいね。で、こういうカップって
加納さんぐらいの年になるとどうしても真似て飲みたくなるんですよね。おいしいな。うん、はい、そんな夢を今回叶えてみました。クッキーもおいしい？うん、いろいろかじってます。アンパンマン、僕の顔が食べられてない。なかなかね、家で牛乳ってがっつり飲んでくれないんですよね。うん、これだったらちょっと飲んでくれるかも。はい、知れないですね。もういっちゃうよ。お、結構もう減ってる。あれ、あと虫はないの。はい、寝起きのかのさん、何かに文句を言っております。ということで、動画100本目スタバのキッズビバレッジを飲みつつお伝えしました。ちょっと照れてるね。じゃあまたいっぱい動画作っていきますので、よろしくお願いします。バイバーイ。おやつよりか遊ぶ方がいいみたいです。